茨城市民応援デーということで、まあ、お二人にとってまさに地元ですけれども、茨城のその子供時代よく遊んだエリアとかは茨城の中ではどういうところがあったりしましたか？子供の頃マイカルとかですね。マイカル、マイカルって伝わってますかね？これ茨城の方だったらもうマイカルで伝わってたらすごいホッとするというか、今はイオンの茨城なんですけどマイカルで喋ってマイカルって言って伝わったらすごいホッとするなってところ、あ、言ってくれてるんですけどすごいホッとするっていうところでマイカルでよく遊んでました、うん。木村さんはどうですか？マイカルですマイカルしかないです。マイカル、そんなことないでしょ本当に。じゃあこれ、はい、これ、あ、はい、笑ってください。いかがですか？ OK です、ありがとうございます。皆さんこんにちは。ここらの時間はスタジアムオリジナルプログラムヒートアップタイムとなります。本日のゲストはガンバ大阪背番号16番佐藤陽太選手です。どうぞ。はい、よろしくお願いします。今のチームの雰囲気っていうのはまずどうですか？まあ勝敗に関わらず、まあ負けた次の日でも引きずらず、はい、反省しながらいい雰囲気でトレーニングできていると思いますし、うん、まあ、勝った次の試合なんかは、まあ、負けた日よりかは雰囲気はいいですけど、はい、まあ、そこまで温度差はこうなく、うん、で試合に出てる人出てない人に関わらず、うん、みんないい雰囲気でできていると思います。背番号に全身全霊かけてこそ青黒のエナジー。
福岡翔太。FC のゲームを開始いたします。レフェリー並びに両チームスターティングイレブンの入場です。アンダの足元ダワン、ダワン前を向いた、ミドルがあります。そのミドルシュート、ブローダー戦、相手のプレッシャーが強すぎない分、はい、こう何かできるかなって考えながらやってしまってる。あー、なるほど、っていうのを感じます。はい、パガーノカプリーについていますが、一気に来てジェバにスルーしてウサミだ。青黒の主砲が先制ゴールを決めました。5試合ぶりに戻ったキャプテン、5試合ぶりに戻った背番号7が先制ゴールを決めました。いや、スルーが決まりましたね。そうですね、ジェバリ選手がしっかり周り見えてて、まあ、宇佐美選手もね、もうインサイドでコースに行ってるんで、余裕を持ったシュートの形になってましたね。はい、まあ、自分たちのね、スローリングからこうスローからのミスになってるんで、ちょっともったいなかったですね。ここで仕掛けたっていうところで、まあ、カバーにも行けるサイドバックもいなくなってたんで、センターバックはちょっと中途半端なポジションになりましたね。ジェバリのヘッド、
一回。行こうぜ。じゃあ行くよ、勝てよ。行こう。ザッブーム。ムサメ。ジェバリ、フリックしてダワンが来た。ブローダーセン止めてジェバリが行く。ネタラビ。ジェバリ。こぼれ球ファンガラーのシュート。ブローダーセンキャッチ。ネタラビの右足、こぼれたところダワンがいる。今面白いプレーを使ってきましたね、はい、杉山が動き出して、その杉山に出たフラッグ上がらない、キーパーと1対1、シュート。 J1 初ゴールですがフラッグ上がった。そうですね、ちょっと、まあ、本人も、オフサイドだろうなと思いながらですね、はい、ハンダ、今度はサイドで受けて宇佐美隆、ワンタッチでファンガラーノ、いいところに来たファンガラーノ、折り返してジェバリだ、シュートブロック、もう一度ジェバリ、足を滑らせた、運動か、こぼれ球山見、宇佐美が来た、山見、黒川に出す、大きくえぐった、えぐって折り返した、こぼれ球、ドアの先、宇佐美シュート、ポスト、まだある、ファンガラーノ、ホイッスルはなりません。山見2人つきます、間を通した宇佐美隆が来た、シュート、頭に当たる、宇佐美隆2人で囲むジェバリ、センターが熱くなっている横浜 FC に対して宇佐美、宇佐美、宇佐美、シュート、パスわずかに外れた、3回目ですね。そうですね、ジェバリ、ファンガラーノ、山見、山見、運んでシュート、ポスト、またしてもポスト、宇佐美隆、ファンガラーノ、山見打ってきた、ここで、ああ長いホイッスルです。最後激闘になったこのゲーム、6ポインターは1対1、引き分けに終わっています。